行きましょう。成功すんのかな。一発勝負やねんけど。参ります。どうもよかち専門チャンネルです。今回はですね、サムネとタイトルの通りですね、YSP ウォッチそしてメントスコーラ対決していきたいと思いまーす。どういうことやねんと思っている方多いかなと思うんですけれども、YSP ウォッチって機能的に光る、そして鳴る、そして飛ぶっていう機能があるわけなんですよね。まあ、基本的にこう電源入れて。音声鳴ったり、まあ、レンジありません入れてますけど、こっち向きかな、メダルを装填して、でこっから飛び出すんよね。この飛距離分かりますかね。こっから向こうに飛ばした飛距離 VS でメントスコーラを使って Y メダルを吹っ飛ばす、これをね今回は比較していきたいと思います。これはもう世界初じゃないかな、世界でこの世でこんなことやってる人はいないんじゃないかなと思っているんですけどいやなんかこのメントスコーラってよくあるんが、このメントスをコカ・コーラにぶち込んだらなんかこうボン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 ってこう泡ができて噴射するみたいなのあるじゃないですか。で思ってるんがここねちょっとだけなんかあんまりこう入り口が大きいとなんかこう噴射力って弱まるから、ここに穴をちっちゃい穴をつけてですね、でこの上にメダルを置いてなんかこう保護するようなものをこう立てて、ここにでこう飛ばしてやる。で真上に飛ばすのもいいんだけど、まあ飛距離を今回比較したいからこう斜めにこうセットしてやって吹っ飛ばすみたいな、向こうまでワンチャン行くこともあるんかなと思ってるんですけどね、飛距離的にどうなんだろう。想定しているのが3メーター、マックス3メーター。まあ、せめて1メーターは行くかなと思ってるんですけどね、メントスコーラで。審査はですね、メダル3枚でね、ちょっと比較しようかなと。YSP ウォッチでメダル3枚飛ばした飛距離、そして、メントスコーラは、3回も無理か。3回も無理だよね。メントスコーラの方、ちょっと準備していきましょうか。ASMR。イロハスで蓋をしてやって。で、ここに小さい穴を開けてやりたいんだよな。霧が今ないから、ちょっとこういう、なんていうの、こういうドライバーで小さい穴を開けてやりたいなと思ってるわけですよ。トンカチとかでトントンしてやったら、最近もう熱盛でずっとこんなんだよね。トン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 、スカカカカカ、ズゴゴゴゴゴみたいな。もうちょいなんだけど、ドライバーで、ある程度いけるかなと思うんだけど、これで穴を開けてやる。なんか昔なんだっけ、お風呂用のなんだっけ、泡がブクブクするやつ、妖怪落ちのやつがあって、それとメントスコーラどっちが強いかみたいなやったことがあるんだけど、こういうトレーだとなんかもう泡感がちょっと弱かったんだよね。いいんじゃないでしょうか。中心に穴が開いたんで、これは OK でね。こう置きたいんだけど、安定しないんで、こういうなんかこうクリアファイルを使おうかなと思ってます。クリアファイルに円を作ってやって、下のメモリを参考に線を引いていく。定規がないんだよな。こんな感じで型紙できたんで、切っていきましょう。ちょっと余裕持って切った方がいいのかな。どうなんだろう。こんな感じですね。筒にしてやりたいんだよな。妖怪メダル、妖怪 Y メダルの形の筒、小さい穴を開けておきたい。こういう感じね。セロハンテープ使っておきましょう。3箇所ぐらい固定してやればいいんちゃうかな。こちらですね、筒ができました。これに妖怪メダルを入れてやると。入るかな。入った。こんな感じで入ったので、あとはこっからですね、噴射をバーッと当てて、でまっすぐここバーッて飛ばすみたいな。わかりますかね。こんな感じで吹っ飛ばす。いけるかなこれ。摩擦ゼロに近い状態でこう出るかなと思うよね。もう噴射力がここに当たれば直でこうメダルに行くんちゃうかなみたいな。
ではですね、2とこの筒を合体しておきましょう。いや、なんかアロンアルファとかでもいいかなと思ったんだけど、アロンアルファだと後からこれ修正厳しいなと思って。セロハンテープだったらね、修正が後からできるんで。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。こんな感じですね。中心部分こんな感じ。蓋ができたので、今度はメントスの方ですね。これ、一個ずつ入れてたら威力がしょぼいと思うから、できたらこう、数珠つなぎにして、で、一気に入れたいんですよね。だから、ちょっとこう、入れる分、コーラ飲んどいてもいいかなと思うんだけど。なんかメントスすごいね。これを一気に入れたいんだよなぁ。サイズ的に、まあ、いけるっちゃいけるね。ちっちゃいんだね、メントスって。あ、落ちそう。怖っ。本当は表面積多い方が反応いいと思うんだけど、ちょっと荒技で、セロハンテープ、入れ。はい。これでいいんじゃない？片面がちょっとね、セロハンテープひっついちゃったんだけど、こういう感じですね。これをズボって入れてやる。すると結構こうバシャバシャバシャ噴射するんちゃうかな。準備整いました。いきましょうか。まずですね、 YSP ウォッチからいきたいと思います。メダルは3枚。で、こちらがですね、一応スタート地点といいますか、これ発射口となります。こっからの飛距離を比べると、で、メダルそれぞれ違うから、あの YSP ウォッチの方は、ももちゃん使うからね、それでわかるかなと思います。では行きましょう。このスタート地点にしまして、まず第一発目、行きましょう。向きどうだろう、斜めの方がいいかな。どうだろう、こんな感じ。発射。ただいまの記録がですね、だいたい50センチぐらいといったところでしょうか。さあ行きましょう。2投目どうなるのか。距離もうちょっと伸ばしたい。勢いをつけていきます。 3,2,1 やや伸びたかなというところですね。最後いきます。ももちゃん、どんだけ飛距離を伸ばせるのか。 3,2,1 Go。 はい、ということで、まあ、こんなもんですかね。はい、この距離を伸ばすことできるのか、メントスコーラの番いきたいと思います。これは本当にスピード勝負だからね。いけるかな。メントスを入れて速攻で蓋を閉めるということなんですけど、いけるかな。一瞬、なんか先にあれだな、先にメダルを入れておいて、これで、ちょっと飲んどく。で、メントスを入れた瞬間に蓋を閉めて、これで飛ばす。行きましょう。成功すんのかな。一発勝負やねんけど。参ります。参ります。コーラほとんどなくなったよな。マジか、ちょっと間に合わんかったな、早すぎて。これで飛ばそうと思ってたけど、どうしたらいいの逆に。この蓋にメントスを入れといて、垂らしといて、それでやった方が良かったのかな。はい、ということで、これですね、第三次がこちらとなっておりますと。いや、早かったわ。ちょっと待って、めちゃくちゃ早かった。
メントスコーラ早すぎるわ。